ボリューション。それはマイクロンの力によってトランスフォーマーたちが進化することである。だが彼らマイクロンは使い方を誤れば一つの文明を滅ぼすほどの恐るべき力を秘めていた。全てのマイクロンを手に入れようとするデストロン破壊大帝メガトロン、完全と立ち向かうサイバトロン総司令官コンボイ、果たして守りきることができるのか。セイバーをデストロンに奪われてからコンボイたちは負け続けている。今日も傷ついて帰ってきたんだ。大丈夫？ああ、致命傷は受けてはいない。かすり傷だわ、こんなもの。卑怯だよな。あいつら人数が多い上にスターセイバーまであるんだから、これじゃ勝ち目はねえよ。スターセイバーさえこっちにあればな。だよな。スターセイバーを手に入れたぞ。ビリー、ジム、あ、ごめん。サイバトロンの奴らがこれほど弱いとは思わなかった。こんなに簡単にマイクロンが手に入るとはな。今までの頃は何だったんだ。それはメガトロン様を非難しているのか。言葉は慎んだ方がいいぜ、サンドストーム。触らぬ神にたたりなしって。スタースクリーム。ザコは引っ込んでいな。確かにここ最近のお前の活躍には目を見張るものがある。それは認めてやる。こいつらも私のことを慕ってくれておりますので、スターセイバーは私にお任せください。くそ、調子に乗り寄って。これが宇宙最強を誇るデストロン軍とは少し。デバスター、うん、ここは一つ元教官の腕を振るってはくれんか。わしはお前らの軍門に下ったわけではない。規律を正したければ自分でしろ。しかし奴にはスターセイバーが。ならば黙っていることだな。見ちゃいられねえぜ。俺はニュートラルだ。どいつもこいつも。このままで良いのでありますか、メガトロン様。ああ良い。しかし心配せずとも、スターセイバーはわしの手元に来る。必ずな。ハットロット。ん、
時はごめんよ。悪気はなかったんだ。なんだなんだそんな顔して。俺はこの通りだぜ。あい死に、あい死に。よかった元気になって。俺はどうしたらスターセイバーを取り戻せるかって考えてただけだぜ。そうかな。そういうことにしておけよ。新たなマイクロンパネルの反応が出た。どうしたの。出動だ。頑張ってね。フレーフレーホットロット。ありがとうな。えらく視界が悪いところだな。その辺は一年中霧が発生していることで有名なところなんだ。でも安心して、マイクロンパネルの反応は確かに出てるわ。この霧の中探すしかねえか。二手に分かれよう。ラチェットはグラップと、私はホットロッドと捜索する。了解。僕たちも探すよ。神器臭い場所だね。グズグズするな。マイクロンたちにも手伝わせて分散して探せ。ご心配なく、サイバトロンたちが現れた時は私のスターセイバーでまた蹴散らしてご覧に入れます。いい加減にしろスタースクリーム。これ以上メガトロン様を侮辱すると。どうするつもりだ腰銀着。なに、もう一度言ってみろ。よせアイアンハイド、今はマイクロンパネルを探すことが先決だ。では私はこちら。俺はこっちへ行くぜ。スタースクリームめ、何をしておる。お前も探しに行け。あ、はい。バレル、お前に用が。メガトロンも心中は穏やかではない様子。このままでいけば私が司令官の座につくのも夢ではない。どれだ。銃撃が。何？サイバトロンがもう現れたか。だが今までの奴らとはやり口が違いすぎる。大方マイクロンを手に入れられずに追い詰められているのだろうて。用心して探査を続けろ。はっ。命拾いした。ん？ご心配なく。にも聞こえましたか。先ほどの銃声。どうやらこの霧の中にメガトロンたちもいるらしい。合流した方が良さそうだ。合流ポイントへ。お、司令官、どこですか。あ、そこですか。
ダブルフェンス。誰かと思ったらアマちゃんのホットロッドか。最初から騙すつもりで俺たちに近づいたのか。お前のようなやつばかりだと楽なんだがな。言わせておけば。トランスフォーム。逃がすか。トランスフォーム。ホットロッド。とんでもない獲物に出会えたぜ。聞いたか、急げ。いいところであったな。どこのバカタレが暴走してくるかと思ったら、ホットロッド、お前か。デバスター。この前は助けてやったが、今日はそうはいかんぞ。助けてくれなんて一言も言ってねえぞ。まともな戦い方も知らぬ者が無残に倒されるのを見るのは忍びなくってな。やかましい。俺には俺の戦い方があるんだよ。なんで倒せねえんだ。今まではコンボイたちの援護があったがゆえに何とかやってこれたのだろう。お前の動きなど手に取るように読めてしまうぞ。ん？ひよこ。何を読めるもんなら読んでみろ。なんという単調な動き。読むほどのものではない。黙れ黙れ黙れ。己を知り相手を知ることで初めて勝機が見出せると知れ。うるせえ。とどめを刺すならとっとと刺せ。今のお前にはとどめを刺す価値もなし。だけだ。行くぞサイバートロン。願ってもない展開になってくれた。今度はしくじるなよ。さてどちらに助け立ちするか。ん？バレル、マイクロンが単独行動だと。先ほどの礼をさせてもらうぞ。あらてか。そこか。なに。何が起きた？スターセイバーから自分を守るためメガトロン様は身を挺して。うろたえるでない。メガトロン様、ご無理をなさってはいけません。なに、
可愛い部下を救えたと思えばこれしきの傷。メガトロン様、スタースクリーム貴様、私は銃撃してきた敵を倒そうとしただけだ。ほう、すると何か、お前さんを狙ってたのはアイアンハイドってわけか。自分はラチェットと戦っていたんだ。このノームだ、知らぬうちに仲間同士で戦っていたってこともあるな。いや、自分は前に向かって攻撃していた。後ろに気配を感じたらスタースクリームが切りかかってきたんだ。ま、どっちにしろスターセイバーで切りかかったのは事実だ。そんな奴にスターセイバーを預けとくのは危険だな。いつ俺たちも同じ目に遭うかわからん。冗談じゃねえ、そんな奴と一緒に戦えるかよ。やはりスターセイバーはメガトロン様が手にするのがふさわしい。素晴らしい、サンドストーム、お前の言う通りだ。部下思いのメガトロン様こそが。もうよい。スタースクリーム、聞いての通りだ。皆の間に生まれたわだかまりはこれから先の戦いに支障をきたす。すまぬが、それをなくすためにもスターセイバーをわしに預けてみぬか。ん、いずれ時期を見てお前に返そう。渡せよスタースクリーム。嫌とは言わせん。ま、わかりました。まさに宇宙の覇者にふさわしい剣よの。あれは、もっと近づいてくれサイバーホーク。あった、マイクロンパネルだ。よし、みんなに知らせなきゃ。メガトロン様、サーチがマイクロンパネルを発見したであります。ん、出ました。あそこです、司令官。ラチェット、行けるか。やってみます。大丈夫です。頼んだぞ。そこから先へは行かさん。サイバトロンども、ここが貴様らの墓場だ。メガトロンがスターセイバーを。司令官、ここは我々が防ぐ。君はマイクロンパネルを頼む。ほう。トランスファーム。プライム。コンボイスーパーモードトランスフォーム。無駄なことはやめといた方がいいかもしれねえぜ。トランスフォーム！トランスフォーム！言っただろ、無駄だって。この野郎！相変わらず進歩のない攻撃だぜ。読めちまんなよ、お前のパターンは。己を知り、相手を知ることで初めて勝機が見出せる。そう来ると思ったぜ。何？マイクロンパネルをいただこうか。受け取れ。メガトロン様、
例のコスモデクターのマイクロンパネルが反応しているであります。何？するとこれは、ほう、コスモデクターの2枚目。よくやった、デマスター。くだらん、わしには無用のものだ。だがこれで義理は果たしたぞ。どこへ行く、デマスター？痛むかその傷。何？その程度で済んでよかったな。メガトロン様、行かせてよろしいので。構わん。しかし。構わんと言っておる。ああ、基地に接近する者がいますぜ。デバスターだ。何しに来たんだ。たった一人で殴り込んできやがったか。ラジェット、デバスターを中へ。イエス、コンボイ司令官。必ず来ると信じていた。デバスター、歓迎する。ちょっと遠回りになったがな、奴らとは縁を切ってきた。よろしく頼むぜ。信用していいんですかい。デバスターはスパイ行為から最も遠い男だ。苦しい戦いが続くけれど、デバスターが仲間に加わり、反撃の準備は少しずつ整い出したんだ。交わる場所で君と出会えた偶然が張り詰めた胸とかしてゆく。僕が生まれてきた意味を君となら見つけられるだろう。 Never ending on、 どこまでも続く道、君と二人で世界の果て味方としてやってきたのはなんとデバスターだった。でもダブルフェイスのことだってあるし、俺どうも信用できないんだよな、あいつのこと。コンボイだけはデバスターのことをしっかり信頼してるみたいだけど、そしてそれが明らかになる時が来た。デバスターは本当に信頼できる味方なの？